エラ・フィッツ・ジェラルド、エラ・フィッツ・ジェラルド、エラ、ジャーヌ・フィッツ・ジェラルド、1917年4月25日から1996年6月15日は、アメリカ合衆国のジャズシンガー、ビリー・ホリデー、サラ・ボーンと並び称される20世紀の女性トップジャズ、ボーカリストの一人、13回のグラミー賞受賞に加え、イエール、ダートマス、プリンストン大学において、 名誉博士号を授与され、ジョージ・ W ・ブッシュからは大統領自由勲章を授与されるなど、レコードセールス、批評の両面で高い評価を受けた。レディ・エラ、または、ザ・ファースト・レディ・オブ・ソングとも呼ばれている。九種の選ぶ、歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて、第25位。エラ・フィッツ・ジェラルドは1917年4月に、バージニア州、ニューポート・ニューズに生まれ、 ニューヨーク州ヨンカーズで成長した。内縁の関係であった両親は、彼女の誕生後間もなく、関係を解消している。母はエラを連れて、別の男性とニューヨークへ出た後、妹を設ける傍ら、彼女を孤児院に預けた時期もあった。さらに14歳の時には、母が心臓発作で死亡し、彼女は孤児となった。境遇の劣悪化に伴い、学業への関心は、 薄れ、やがて売春や山フやの下働きをするようになる。警察による補導や少年院送りを繰り返しながら、ホームレス生活をし、新さを味わう。1934年11月21日に17歳のエラは初めて聴衆の前にデビューした。ニューヨークのハーレムに存在したアポロシアターにおけるアマチュアナイツでダンスを披露する予定だったエラは、 自分の前に出演した地元のダンスデュオの演技に圧倒され予定を変更し自分のアイドルであるコニー・ボーズウェルのスタイルを真似て歌を披露した。その夜のコンテストに勝利した彼女はチック・ウェブズ・バンドのバーディー・ディに見出されバンドへの誘いを受けた。翌1935年からエラはハーレムのサボイ・ボールルームでチック・ウェブズ・ウンド・オーバックに歌手活動を開始した。このバンドと共に 当時のヒット曲を収めた数枚のレコードを作成している。当時病気で療養中であったチックウェブのためにバン・アレクサンダーと共に成した一曲、ア・ティスケット・ア・タスケットが17週間にわたりチャートトップを記録し、アルバムは100万枚のセールスを上げた。1939年にウェブが死亡すると、バンドは名称をエラ・フィッツ・ジェラルド・ハー・フェイマス・オーケストラへと変更し、 ツアーなどの活動を継続した。1941年からはソロでの活動を開始した。この時期はデッカレコードのミルト・ガブラがマネージャーを務めている。1955年にデッカを離れた後はノーマン・グランツが起こしたレコード会社バブレコードに所属した。1956年から1964年に かけて制作された8枚のレコードは工業と批評の両面において大きな成功を収め、後にエラの代表作ともなった。以下にこれらのレコード作品群を挙げる。エラは、コール・ポーターとジョージ・ガーシュウィーンの作品を取り上げたアルバム、それぞれエラ・ラブズ・コールとニース・ワーク・イフ・ユー・キャン・ゲット・イットを作成した。パブロレコード時代にはアントニオ・カルロス・ジョビンの曲を歌った。 エラー・アブレイス・サジアビムをリリース。これらのレコーディングの合間を縫って、アメリカ国内と外国へのツアーを行っている。バーブ時代にはいくつかのライブアルバムをリリースした。エラー・アット・ザ・オペラハウス、1950年代のエラ・イン・ロメ、1960年のエラ・イン・ベルリン、1964年のエラ・アット・ホア・レ・ピンズ、1966年の エラ・アンドデュック・アット・ザ・コート・ディ・アズールなどはいずれも現代に至っても高い評価を受けている。1970年代、ノーマン・グランツが設立したパブロレコードから多数の作品を発表。健康状態の悪化により痩せてメガネをかけた姿となり声にも衰えが見られた。1989年のオール・ザ・アット・ジャズが最後のアルバムとなった。 何人かのエラの知人は、彼女の人生の皮肉さについて研究している。彼女の歌ではしばしば完璧なロマンスが取り上げられたが、実際のエラの生活は1930年代から数十年にわたり、ツアーとレコーディングに明け暮れるロマンスとはほど遠いものであった。エラは二度の結婚を経験している。一度目は1941年にベニーコーネゲーと結婚したが、 彼は、麻薬の密売と詐欺で有罪を宣告され、結婚も早々に解消された。1947年には著名なダブルベース奏者であったレイ・ブラウンと再婚した。二人は、エラの義理の姉妹の子を養子に取り、レイ・ブラウン・ジュニアと名付け養育した。1952年に二人は離婚した。1957年7月にはロイターにより、エラがオスロ生まれのノルウェー人、 そういなラんせンと結婚する予定であると報じられたが、彼が以前に結婚詐欺を犯していたことが判明、婚約も解消された。1958年8月に編曲家でエラ、フィッツ・ジェラルド・シンス・ザ・アービング・ウェルリン・ソングブックのレコードの指揮者でもあった、ポール・ウェストン・パテック・フィリップの腕時計レフ、2452、当時一件分の値段を送った。晩年のエラは、糖尿病により、 盲目となり、1993年には手術で両足を切断、表舞台から距離を置く。1996年6月15日、カリフォルニア州ビバリーヒルズで死去。亡きは、ロサンゼルスにあるイングルウッドの墓地に埋葬された。後の研究のためにエラに関する個人文書及び財産の一部が、スミソニアン学術協会及びボストン大学図書館。 アメリカ議会図書館に保管されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。